国鉄式140系貨車は、1954年6月9日に、日立製作所で一両のみ製作された、日本国有鉄道に車席を有した150トン、み釣りが景色用物車である。日立製作所所有の私有貨車で、製作された1954年当時、世界最大の貨車として、同年開催されたアジア極東経済委員会、鉄道委員会に出品展示された。 当初の常備駅は、日立駅、1965年11月から日立、多賀駅となった。1959年2月に追加で、低照式の寮が製作され、135トン、積み低照式大物車としても使えるようになった。釣り掛け式の針は、式140バイトと称し、日立では、最初の釣り掛け式であった。四軸ボギー台車を合計4台備えた。 四台車16、軸の車両で、二つの台車にまたがるように枕枠を乗せて、その上に、二受け量が乗せられていた。二受け量は、低床式の二受け量の設計を受け継いだもので、縦に4本のプレート状の量が入った構造であった。この設計は、後の吊り掛け、式大物車には受け継がれず、他社製造の吊り掛け、式大物車のように、トラス構造に移行している。 空車時の全長は26,500ミ、mm、リメートルで、貨物の最大長さは8メートルとされていた。低床式の針は、式148と称し、全長34,000ミ、mm、リメートル、低床部の長さは5,400ミ、mm、リメートル、低床部のレール面上高さは900ミリメートルであった。杉掛け式とは、枕枠より下部を共用し、荷受け針だけを交換して使用できるようになっていた。 1958年に式280型に脱線事故が発生し、その対策として1960年に改造を受けて、台車の心皿をかさ上げするなどした。これにより低勝負高さは 925mm に上昇している。1984年1月31日に廃車となった。ありがとうございます。